ルーティン動画です。2月の7日火曜日ですね。時刻の方は16時、26分ぐらいだったかな、なりました。今日ね、あれですね、まあまあ特に目立ったニュース、これはっていうニュースはなかったんですけども、ちょっとね気になるニュースがね、ニュースっていうかお知らせがね日本大使館からありましたね。タラトバンビエン、タラトレインです。結構人であるね、これ人のであります。去年のね12月からですね、12月の末からで、先月末2件ね、バンビエンビエンチャン間の、ミニバン、ビエンチャンからね、首都ナコンルアンから、バンビエンにへの移動中にね、現金の、移動中のねミニバンのね、休憩時間がね、休憩時間なんかね無意味にね長い20分ぐらいの休憩時間が、なんでこんな止まってるんだろうっていうようなのがあったらしいんですけども、その20分の間にですね、カバンの中から現金を盗まれた。これね、バンビエンからビエンチャンの2件、2件あった被害があったらしいんですけど、被害届けが、両方ともねなんかこの休憩時間がね妙に長い、休憩を取らされるっていうのがね書いてあったんで、もしこれからね、ラオスにいらっしゃって、バンビエンビエンチャン間をね、バス移動するとき、妙に、長い、休憩取るようなね車はねご注意くださいっていうかね、基本ね貴重品はね身につけといてください。はい、なんかね鍵付きのねカバン、まあ、リュックサックって書いてたんですけどね、リュックサックっていうのはねないと思うんで、まあデイパックかなんかだと思うんですけどね、それに入れてね車内にそのまま現金を放置してたとかっていうことらしいんですね。なんで貴重品はね、常に携行、身につけて携行するのがね、旅行者のね旅行のいろはのいいですね。はい、これは気をつけてください。なんかねもうね、十何年間ぐらいでね、旅行者の質が変わってね旅行スタイルが変わっていくのはねひしひしと感じてるんですけど、同時にね防犯意識の低下とかっていうのがねすごい感じられます。でまあね現金とかね盗まれちゃったら、まあまず帰ってくることないんで、それはもうね諦めるしかないですね。で保険でねなんとかなりますかねなんていうねご質問もね直接あって、被害に遭ったね旅行者から聞かれることもあるんですけども、基本ね現金はね保険の対象に保険保証対象にありません。なんで現金本当にねなくしたらそれでパーです。はい、それはもう十二分にねお気をつけください。お、なんか今日全然人いないねこっちは、この露店街人いないですね。あとなんかあれだったね、ルアンパバンで、昨日おとといなんか、銀行強盗未遂なのかな、で車盗んでね逃げた犯人がサイニャブリでね
警官隊とね、銃撃戦になって、まあまあ致命傷を負ってね、死亡したっていうニュースが上がってました。うん、あとあれか、仮想通貨関連の仮想通貨関連ビジネスへの資金の融資、これがね、停止になったらしいですね。うん、すでにね、契約してる事業所に関しては毎月なんかね、その融資の契約書、融資契約書の見直しをね行ってね、担保をね、担保設定をね 毎月ね、見直すっていうようなね、結構厳しい規制が敷かれるようにもうスタートしてるらしいですね。うん、なんかね、マイニングプールがね6カ所ぐらいあるらしいですね。そのニュースの内容でね、6カ所ぐらいのマイニングプールがあるらしいんですけども、そこに対する、融資とかもね、これからね、毎月、担保設定をね見直すとかっていうね、超絶めんどくさいことになってるみたいですね。で、まあ、新規参入でね、銀行融資で、仕掛けようっていうのはね、事実上無理になったみたいですね。うん、あとはなんてことないニュースばっかりだったかな。うん、タイのね、ラオ国境の近くの方でね、ちっちゃい子供が井戸に落ちて、でそれが救出されたとかっていうニュースがね、なぜかラオスのニュースサイトにね掲載されてたりしてね、よっぽどネタねえんだなみたいなね、そんな感じでしたね。まあ僕もネタないですけどね。うん、ちょうどね、僕がいつものねカフェアマゾンを出るタイミング、ちょっと前のタイミングでね、ビエンチャンからの、大型観光バス、これが到着しました。うん、でその乗客たちがねこれから、思い思いのね、宿泊先に移動してるんでしょうね。そして僕がいつもね、飲みに行ってる飯屋は昨日もね大盛況でしたね。うん、いや本当に最近あそこのお母ちゃんあれだもんね、笑い止まんないだろうね。あ、けどねあれでしたね、無銭飲食食い逃げがありましたね。中国からのお客さんなんかね、キャッシュアンデリバリーみたいな感じで、最初ビール2人で来てね、ビールをね1本ずつで、それを支払って、で最初に1人がなんか食べ物を頼んで、それをまた支払って、で最終的にね2人目がね頼んだ、それを取りっぱぐれたらしくて、あーやられたって言ってましたね。まあけどあれいくらの3万切符300円弱のね、被害額なんでね、まあしょうがないかとかってな感じで、笑ってましたね。ああやられたとかって。まあまあお母ちゃんはね結構お父ちゃんね鬼の形相に睨んでましたけど、うん、あんたなんでそんなちゃんと店内見てないのよみたいな感じで見てたんですけどね、お父ちゃんヘラヘラ笑ってビール飲んでましたね。うん、このゆるさがね、ラオスな感じ、うん、特にバンビエンはねラオスでもゆるさランキングではねトップクラスだと思うんでね。このゆるゆるのバンビエンでは危ね危ね、ゆるゆるのバンビエンで、さあ今日はどこで何本飲む。おー結構出てるね。さあ今日はどこで何本飲もう。